便秘とはつまりうんこが出ないことだ。ほうほう、それって辛いの？すっごく辛い。で、それ自体も辛いが、特に気をつけなきゃいけないのが便秘の影響で凶暴化することだ。ほう。いいか、くれぐれもミサエを怒らせるようなことは言うなよ。例えば、指示がたるんでるとか、シワが増えたとか、お便秘怪獣、うんこマンとか。もしや！輝いているんだぞ。